町田ゼルビアついに敗北、広島から J1 の厳しさを教わる。町田行ってて草。町田、無敗記録ついにストップ。やっぱ J1 の強豪クラブ相手にはまだ厳しいのか。最初の対戦相手が良かっただけなのか。広島ちょっとレベル違う。広島はチームの完成度も高いし選手の質も高いな。いつもと違って3バックで構えたのがいけなかったのかな。1点決めてから追いつくかと思ったんだけどな。町田、レバークーゼンに離れず。まだ町田は首位だしシーズンは長いしこっからやな。まあ負けることもある。この次の試合で町田の進化が問われるな。